なんか最近の基準ではね、男子も65キロぐらいの、いわゆる細くないとダメみたいなのがあってですね。まあ女の子もですね、体重なんだろうな、40キロ台前半でないとダメという,う風潮があるみたいなんですけどもなん、なんでしょうね。40キロ台って俺よく理解できないな。なんか、あのー、なんでしょうね。そんなに細いのが何がいいのかと僕は思っちゃうんでですね。 えー、自分自身も今目標としてる体重がやっぱ75ぐらいで十分かなというふうに思ってるんで、あと13キロぐらいですかね。まああの、僕はあの女の子はウエストは61人あたりで、体重は 48から52ぐらいが一番いいとつい思っちゃうんでですね。まあどうしてもですね、あの、篠崎愛体い系ってやつになるんですよね。<laughs> それぐらいが一番いいと思うんでですね。あの、細い人を見るとですね、いかんいかんと思ってしまいます。